皆さんこんにちは。今日は外食業の試験問題を読んで、3つの選択の中から答えを1つ選んでください。問題18、野菜の小口切りの説明として正しいものを1つ選びなさい。 A、 一定の大きさで不特定の形にして切る。 B、 笹の葉のように薄く切る。 C、 細長い野菜を薄い輪切りにする。どちら正しいですか？皆さん、画面の下の右に答えがありますから見てください。では、こちらは問題を終わります。皆さん、次の問題を見てください。